こんばんは、平山茂です。今日は9月5日日曜日でございます。現在時刻は18時19分を回りました。皆様本日も一日お疲れ様でした。そしてお仕事だったという方もお疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、今日はですね、ちょっと喋ることを初めてなんですけどメモりましたちょっとメモりました。ちょっと今日はねこれを読みたいなと思います。まあ自己紹介の部分も含まれるんですが、よかったら最後まで聞いてください。はい、まあ今日日曜日ということなんでね、いきます。僕は、人生はトータル楽しいと思ってます。今は苦しいかもしれない、でも必ず楽しくなります。はい、そんなもんです。だから僕は言い続けます、大丈夫だよって。はい、毎日あなたに大丈夫って、大丈夫って言い続けます。大丈夫ですからね、大丈夫、あなたは大丈夫。はい、またそうですね、まあ、毎日ね大丈夫って言わせてもらってます。なのでもしまたですね、僕の大丈夫だよっていう言葉が聞きたくなったらそんな方はチャンネル登録をお願いします。そう、チャンネル登録をお願いしますというくだりです。はい、基本はふざけてます。はい、大真面目にふざけてます。さあ、明日は月曜日、月曜日を楽しみにするために私はロト6企画をやっておりますね。月曜日ロト6、まあ、高額当選したら見ている皆様にいいことが起きます。はい、楽しみにしててくださいね。ね、大丈夫ですから。うん、とにかく、まあ、月曜、うん、まあ、週末お休みという方はね、やっぱりどうしても月曜日からお仕事だったり、まあ、学校っていう方は多いと思うんですけど、やっぱりね、まあ、休みの後の月曜日っていうのはやっぱりちょっとねしんどいなって思うことあると思うんですよね。まあ、体力的にだったり、精神的に、辛いな、行きたくないなって思うことがあると思うんですけど、まあ、そんな方のためにもね、大丈夫だよって背中をこうさするような形で言わせてもらってます。なのでそれプラス、ロト6をね月曜日にやることによってちょっとね皆様に楽しみを増やしたいなと、そんな気持ちでやらせてもらってます。もう根本は僕が大金をつかみたいというのが、まあ、根本にありますけどもね、これは正直に言わせてもらいます。はい、でチャンネル登録者数も、チャンネル登録もやっぱり増やしたいこれはもう正直に言います。チャンネル登録もやっぱり増やしたい、たくさんの人に大丈夫だよ届けたい、そして収益化もしたい、これはもう本音だ、もうこれは隠せない、もうやっぱりここは根本にやっぱりそこが私はクズだ、よしということで、ちょっとねここは今アドリブで喋りましたけども、まあでも本音でございます。続きがありますからいきますよ。僕こそは日曜日よりの死者なのかもしれません。はい、続きまして、明日からも頑張りましょう、かっこ頑張らないけどね。そういうことなんですよね。頑張りましょう頑張りましょうと私言わせてもらってます。言葉だけです。あんまり真に受けないでください。かっこ頑張らないけどっていう、ここがね僕は大事だと思うんですよね。よし頑張ろう、明日も頑張るかって言いながら全然頑張ってません。はい、いいんです、それでいいんです。はい、無理な時は、いや無理な時は休んでいいですからね。うん、いや本当ですよ、無理な時は休んでいいですからね、休んでください。もう
わー無理だと思ったらもうダメです。家を出ちゃダメですね。はい、無理なんだから、うん、無理なんだから、もう平山が休めって言ったから休みましたって言ってください。もう私が責任取ります。はい、以上でございます。はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よかったら、よかったらですよ、また大丈夫だよが聞きたくなったという方はチャンネル登録してください。ではまた、ではまた明日お会いしましょう。明日も一日頑張りましょうね。かっこ頑張らないけどね。ということで、おやすみなさい。平山茂でした。バイバイ。